ついに初戦を迎えたこのコンペティション、熱戦を制することはできるのか。フットボールファン注目のマッチです。スタンドにはたくさんのサポーターが詰めかけています。この素晴らしい雰囲気の中で行われる今日のゲームです。この時間は名古屋グランパス対いわき FC、 こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。名古屋グランパス対いわき FC、 この序盤はやはり大事になってきますよね。狙った、触った、これは素晴らしい反応でした。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。シュート来た、先制、いわき FC。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですね。ゴール After 20 minutes is number 10. さあ、いわき FC 1対0先制しています。1点取ったことで余裕が生まれるんですよね、はい、逆に相手は前がかりに来るでしょうから、慌てずに落ち着いた対処は必要ですよね。なるほど。内田サイドを使います。ゴッド名古屋としてはここで傷口をこれ以上広げないことでしょうね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でパッと岩渕、山下、山口、森島からユンカ、ここは繋がりません。おっと来て1対1、どうかフランバース、見事なゴールで同点に追いつきます。いい展開ですよね。あれ分からなくなりましたよね。絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。一瞬オフサイドかなと思ったんですけどね、タイミング完璧でしたね。シュートも落ち着いてましたし、いいゴールでしたね。名古屋同点に持ち込みました。面白い展開ですよね、はい、このあと逆転に向けてチームとしてどんなプランを立てるのか、監督の采配も興味深いですよね。なるほど、これは合いません。さあここでカウンター、稲垣、森島へ、サイドへ、インターセプト、スペースにいいボール出たんですけどもね。稲垣サイドのスペースを使います。山中が受ける、山中へ上げる、シュート、キーパーこれよく止めましたね。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。このファーストハーフ最初のコーナーキックは名古屋、ヘディング、これはキーパー、ここは大きくクリア、ピンチを。ここでレフェリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。北澤さん、
前半振り返って一言お願いします。名古屋としては失点しても自分たちのペースを崩しませんでしたよね。そして前半のうちにしっかり取り返すことができた。この後の展開に期待が持てますよね。名古屋グランパス対いわき FC、 ここまでお互いに1点ずつ譲り合い後半を迎えます。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。名古屋としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど。山下、本日ワンアシストです。山岸カウンターですよ。森島から左へ、ここは返す、来た、これはシュート、トップ詰めている、ゴールグランパース、ゲームをひっくり返します。ユンカ、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。これはキーパーのファンブルを狙ってましたよね。ポジショニングも良かったですし、一度セカンドボールを押し込んでいいボールでしたよね。さあ名古屋、ここでリードを奪いました。いや、素晴らしい逆転でしたね。とはいえまだ時間があるので、これから試合が動く可能性も十分にありますよね。確かにそうですね。稲垣、名古屋としてはもう1点取るぞっていうムードをね、どれだけこうチーム内で声を掛け合っているか、この辺がポイントでしょうね。内田へ、これは積極的なチェック。取らないですね。さあ左へ預けて、おいい形じゃないですか。オフサイドですか。いわき FC としてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。名古屋はここで1回目の選手交代です。井上、野上、名古屋は選手交代のカードがまだ手元にある状況です。内田、ここで前を向けるか。さあ右へ預けて、自分で行く、クロス、オフサイドですかね。Substitution on the field, number 77. 名古屋、立て続けに選手を入れ替えてきます。Coming on the field.名古屋は今の交代であと1回の交代枠を残すことになります。宮本、このボールをカットします。ここからカウンター早いでしょ。長い、いわき FC、 今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。スペースへ行けるか。ボールが上がる、直接行ってしまいました。名古屋としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。いわき FC としてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたがね、もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。
名古屋としてはこのまま終わりたいですよね。はい、最後の笛が鳴るまで何が起こるか分かりませんからね、集中したいですよね。江川は右サイド上がっていく。アディショナルタイムに入りました。アディショナルタイムは4分あります。家泉、宮本抜けるか、上です。2対1名古屋逆転で勝利。北澤さん、見事な逆転勝利という結果で試合が終わりました。いやー、どちらが勝つのか最後までわからないような展開でしたからね。なるほど。名古屋としてはどんな状況でも自分たちのサッカーさえすれば本当にもう負けてもおかしくないんじゃないかという状況からひっくり返すことができるわけですからね。大きな一勝になったんじゃないでしょうかね。そうですね、ありがとうございます。さあ、放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。名古屋が見事逆転勝利を収めています。